映眼科専門医の平松です。今日は中心性衝撃性網脈絡膜症、また網脈絡膜炎とも言いますけども、このを説明しようと思います。長い名前なんで分離してお話してきますね。まず中心性、物を見る中心に衝撃性、サラサラとした水の成分で、網脈絡膜っていうのが目の奥の膜なんですね。カメラでいうとフィルムに相当するような部分ですの症状または炎症が起きたのがこの病気です。特に働き盛りの方に多いですね。男性の方に多いし、タバコを吸う方、ストレスが多い方に多いと言われてます。ですからこの病気になった以上、ストレスをなるべく減らすようにすることが重要です。ストレスの原因自体が取り除けないんであれば、ストレスをどう解消していくかということを頭に入れていただきたいと思います。じゃあこの病気、難しい点としては、いろんな治療をしてもなかなか治らない人もいるし、スッと治っちゃう人もいるわけなんですね。具体的に最初はどういう治療をするのが一般的かというと、飲み薬を飲みます。血流を改善してあげて、むくんだところのむくみを取ってあげようというものですね。そうすることで歪んでいたり見づらいのを治してくれます。この病気になると視力はそこまで変わらないんですけども、色合いが変に見えたり歪んで見えてしまうことがあるので、それを抑えてくれます。それでも治らない方の場合は、注射や、レーザー光線などの治療をすることがあります。この病気の検査としては、蛍光眼底造影検査、長い名前ですね、これも、点滴しながら目の奥の写真を撮るという検査を取ることもあります。それぞれいろいろ大切なポイントがあります。まず、注射やレーザー光線というのは特殊な治療ですので、それぞれいろんな特殊があるということを頭に入れておいてください。蛍光眼底造影検査、これ何かと言いますと、点滴をしながら目の写真を撮ります。ですから点滴に造影剤というお薬を入れるので、まれに気持ち悪くなっちゃうという副作用もあります。中心性衝撃性網脈絡膜症、網脈絡膜炎というのは、なかなか医者の中でもさらっとしか扱われなかったり、説明があんまり詳しくないことが多いです。なぜかというと、失明するわけじゃないので、医者としてまあいいじゃないかっていう人も結構多いんですね。ですから飲み薬出して治らなければもういいんじゃないっていう先生もいますので、自分で知っていただくことが非常に重要になってきます。知っていただくのは、さっき言った、検査治療だけじゃなくて、日常生活どういうものを食べた方がいい、運動した方がいいっていうのも大切です。黄斑変性浮腫で失明しないためにという本なんですけど、黄斑に関してのいろんなことが書いてあります。中心性衝撃性網脈絡膜症の人の場合は182ページに詳しく書いてあって、その前の方のページで生活、運動、あとは生活の中での食べるものですね、あとやるべきことの治療法としての注射やいろんなこと、検査が書いてあります。一度知っておくと、実はこういうことがあったんだっていうのが結構多いです。その医者によってはそれ説明してくれないことは多いので、自分で知っていただければと思います。